はい、えー、それでは始めてまいります皆さんこんにちは、えー、最終語学発表データ検証会国家の学習戦略検利を考えよう約1時間程度私の方からガイダンスの方をさせていただきますまず、えーこ,っちのえー、こちらの、えー、検証の方からいたしましょうレジュメの方ですと1ページを見てください発表データの分析、えー、こちらの方で一番目令和2年こちらの数字が出てきました出願者数 一万四千四百三十一受験者数一万千四百九十四そして合格者が五百九十三人ですで下から数字を追いかけると過去最低の人数になっていますでなおかつ注目してほしいのが六百人を切ったということなんです。 でもう一つ右を見ていただきたいんですが、合格率です率率でいうと過去最高の数字になってます。で、もっと意識してほしいのが合格率の伸びなんです。伸びというのが例えば二十九年から二十え三十年の間は一点零点一六ポイント零点一六ポイントでその次は零点ゼロ九ポイントのに今回は零点五ポイントも。 大幅に合格率が上がってるんです。合格率が思いっきり上がっているのに。合格者数が六百を切ってるんです。表の下を見てください。え、過去最高の合格率。え、二十五年間の傾向。で、次。合格率ではなく。 合格者を600人程度にする意図じゃないかとまずこの一つの推測がつくんですちょっとね一番下から見てほしいんですが平成30年度合格者数が620なんですよで横見ると29年の合格率で合格者をはじき出すと29年の合格率がね3.353.35でもし出すと591人なんです でこれを避ける意味で合格率平成30上げてますで今度3131 31も30年の合格率3.51かけちゃうとやっぱり600切っちゃうんですよで同じようにこの令和2年令和2年ですがあすいませんすいませんこの令和2年ですが31年の合格率出すと実は519ととんでもない数字になっちゃうんですってことを考えて今回合格率 をえ合格者数を上げたんじゃないかな意図的に上げたんじゃないかなと思うんですただなんですがここよいしょとこれなんですが600人付近にするっていうんだったら実はね合格の点数、えっと、今回の点数が、えっと、205.5、えっと、20 20なんですけど 205.5なんですけど実はあと0.5ポイントあとポイント上げれば600超えるんです実は、えっと、合格点が205.5ですがこれ210点にすれば実は合格者の人数が600超えるんですで実はこれあと0.5、えっと、点増やすとあとと点増やすとこちらなんですが15人、15人合格者数が増えちゃうんです ふとね、ああこれ総合点数の因数表を見ると5点の間で15人いるんですよ。でこの15人が全員、全部が全部ね、択一、均一両方通っているとは限らないんですけど、卓一均一か通っては限らないんですけど、ね、15人なんですよねで。もしこれでプラス15しちゃうと去年超えちゃうんですよ。受験者数が去年より減っているのに。 去年より合格者数が増えるというのはこれはやっぱり試験サイズとしては嫌なことだと思うんです。ということでまず一つ私が今考えているのが向こうは600付近を考えているんだけど今回それ600超えようとすると去年より人数が増えちゃうだから今回この点数になったのかなとただ実はもう一つ考えていることがあって。 それがよいしょこのポチの横のとこの減少人数を一定数にしたいってことなんですよ。ちょっとこれ画面の方また使っていきますと、ここが12人なんですよ。14人なんです。13人なんですよ。 今回受験者数は大幅に下がってますもうこれは出願、えー、と受験できる会場が減ってるってこととこのコロナの状況だからそれはそれでもちろん当たり前だと思うんですで同じようにやってしまうと合格者がガクンとしちゃうとこれを嫌がったんじゃないかと思うんですだから例年通りだったらもっと減ってもいいんだけど減少率を同じぐらいに減少数を同じぐらいにしたいという意図でこの人数になったのかな とも推測できますこれがまずこのデータを見たところの私の今のところの感想になります別の角度の分析をしていきます2ページ以降を見ていきましょう、えー、基準点合規点の推移令和2年431出願者数が1万4431 受験者が1万1494、基準点、択、え、一、ー、の午前が75点、25問正解、3643人が通過し、偏差値57.23、択一午後、72点、24問正解、2234、偏差値が60.89、ちょっと注目してほしいのは、午前の突破の偏差値です、午前突破の偏差値が例年より低いし、思いっきり下がっちゃってるんです、午前の基準点の偏差値が。 例年であればプラス1プラス2ぐらいの偏差値のとこでもおかしくなかったんですで一方この均一式え基準点の方が32.0でその下の数字ですが1952人中の999突破した人数になりますでまずちょっとごめんなさい1段目言うの忘れた32.0っていうところなんですが点数だけ縦見てほしいんです 去年より低いんですよであれがじゃあ去年より難しいのかっていうとうんーって考えたことか結構ありますあの回答だけ見れば去年より難しいとは思えないただ回答のプロセスまでいくまでのややこしさは去年以上だと思いますまたそれは最後に説明します次の分数なんですが 分の999のこの1952という数字を見てほしいんですがこれが卓一両方突破した人数卓一両方突破した人数最低人数なんですよでこれが過去最低ではあるんですがちょっと一番下の26年見てほしいんですけどね26年は受験者が2万4000いたんですよでその時でも2000人しか最低しないんですよ なるとこれやっぱり2000人規模の採点をするっていうのはそんな変わってないんじゃないかなと思うんです今回えこのね受験者数が減る会場も減るってことは予算を組み替える予算を組み替えて採点人数に大きな調整を入れてくるんじゃないかという可能性がありました思いっきり1500とか下手すれば1000だとかそういう可能性もあったと思うんですがそうはしてこなかったと人数としては例年通りだと思うんです だからなんですが午前の突破の偏差値が思いっきり低いんですね午前のハードルを思いっきり下げて2000人のえいける人数を増やしたんだと思うんですでこれがどこに影響しちゃうかと午前のハードルを下げて突破人数を確保するこれはこれでいいんだけど影響しちゃうのが一番右の上乗せ点です ここに影響しちゃうんですよ。初めの関門が低くても、結局上の人数は決まってますから。そこの上乗せ点が二十六点五と過去最高になっちゃうんです。この結局上乗せ点が多くなってしまったすべての原因は。卓一五線択一午前が異例年だったら、あとプラス一二問。多くてもおかしくなかった。 これはもしプラス1問多ければ上乗せ点は3点下がりますので去年とほぼ同じこういうことかなと思っていますちょっとまだ他にもデータの分析をしていきましょうかあごめんなさい一番下注目する点読んでなかった注目する点ですが1均一の基準点過去最低のレベル 一番低かったのは一番交際ったの,はここ最近の28です。28で30.52、いわゆる上乗せ点、過去最高の点数、択一基準点が影響している択一午前があまりにも低いと3、規律の最低人数がさほど減少してないと。 で今度横に行きまして右のページ、一番上、令和2年とこ横に見ますと出願者数が1 4431期日基準点突破人数イコール卓越基準点は絶対突破してます両方突破してるとてこと両方突破したのが999横、基準点突破比率 出願者数と、とえー、とこちら、金点の比率を見ると6.9となってまして、下から順々に見てもらうと、過去最高なんですね。人数じゃなくて比率ね、人数じゃなくて比率で見ると、過去最高の人数突破してるんです、パーセンテージで突破します。そして次、合格者数が593。卓 基準点突破は999で最終後が593じゃあどんだけね基準点を超えた人がいったのかっていうと横59.3約6割約6割ですでこれがえっとねちょっと下から数字見てもらうと昔は7割いったんですよ7割七割いってたのが26年あたりでガクンと押しとしちゃって 下手するとこれ2三3 0の時はね50点約50なんですよね半分なんですよもはやこの足切り点の意味は一体何なんだというぐらいになってやっぱちょっとずつ今上げているという感じになりますで横ですが今度は基準点突破したが総合点に届かなかった点数人これが406いわゆる総合落ちというのが406と。 なっててまして99から999から593を引いてます、単純に。で、ちょっと注目してほしいのは、一番右です、記述が基準点未満、ちょっと言葉足らずで申し訳ない、米印見てください。えっと、説明をしますとね、午前が突破、午後も突破、だから均一の採点を受けられた、で午前と午後がとてつもなく点数がいいのよね。 で、均一は採点を受けたんだけど、均一の点数が32点にいかない。32いかない。でも全部足すと合格点の205.5を超えちゃう。つまり、卓一がすごくできているけど、均一がダメでも。でも全部足しちゃうと合格点いっちゃうと。もちろんこれ落ちますよ。落ちるんですが、それが62人います。もっといっちゃえば、来年合格目指している方、一番のまあ難点、難敵です。これが。62人っていうのが、 この皆さんがこの62人入っていることがあったら、ごめんなさいね、そうじゃなかったとしたら、この62人が行ってしまえば、ちょっと上の方で来年、受かる可能性がすごい高い人です、受かる可能性がすっごい高い人が62いるんです、去年と比べればまだいいですよね、去年82ですから、はい、一番下、注目する点、また見ていきますと。 基準点突破比率が過去最高6.9に基準点突破したの数が約6割受かっている2年連続総合うちの人数に歯止めがかかっていると総合うちの人数が昔相当比率が多かったのがだんだん歯止めがかかってきた感じはしますでは今度は4ページ以降にいきましょう 一番上見ていきますと、令和2年午前、令和2年午後、基準点が75、25問正解、72、24問正解、総合点までの上乗せが26.5、約9問の上乗せが必要です。もし、卓意だけで9問上乗せをするとしたら、こちら5問、4問と振ると、午前が要求されるのが30問、午後で要求されるのが28問です。で これを偏差値換算で見てみますとどうなるかというと,ちょっとこれ右のページにちょっと図があるので確認してもらっていいでしょうか午前が90点,のところ午前90点のところの偏差値64.42午後だと28問な 84, 点84点のところ67.03 ここのようになります。でこれあの偏差値だけの単純合計すると131なんですよ、131なんですね。ざっくりね。小数点以下切り捨てますと131で、そこだけ他の年、ね、とざっと見てほしいんです、午前、午後の偏差値、その合計の点、偏差値の、ね、合計点、まあ、小数点以下をちょっと考えずに見てほしいんですが。 一番下の二行を見てやってください。今年受かりやすかった、受かりにくかったと、その言葉は全くなこの試験は通用しません。結局要求されるレベルは同じなんですよ。初めの足切り点の要求レベルは上がったり下がったりします。でも最後の最後の一番上に行くためには受かるための偏差値というのはそんなに変わらないんです。 受かりやすい、受かりにくいというのはこの試験はないと思ってください。えっと、では、えっと、また、人数表の方をもう少し見させてください。ちちょょっと待ちましょうか えっと6ページ、7ページのほうですが、この6ページ、均一の分析と載っております。ちょっと見方を説明しますと、一番上、70.00、不動産、書式、商業、書式、両方とも満点で70点になりましたと、何人いますか、そんなやつはいねえよと、00という意味ですで。見てください、 両方足して63点の人が、えー、と1人いてここまで合計1人この人の偏差値が77.0861.5の人がもう1人いてここまで合計が2人61.5の答えの偏差値が、えー、こ75.78、えー、と, 75. とでこの表を見ると,、えー、とそこまで何人がいるのかその点数何人いるのか分かりますそういう図になっていますでちょっと過失をしていきますと よいしょえっと、ちょっとこれ3つに分けました。70点から46.5というとてつもない、まあ、上位層、上位層レベル、真ん中のレベル、まあ、ちょっと下の方のレベルと、ちょっと分けたとして、これね、今年この上位層の人数が199、上位層が199、中間層が1 3百 64で下の層が,が389という数字になっています。で一方、ねあの、ちょっと確認してほしいんですけど28年の起立の,の,の基準点を見てほしいんですが28年が一番低くて30.05 30. です。 あでごめんなさい言うの忘れてました、えっと、均一の基準点が平均点だってことは例年通りです。均一の基準点が平均点だったのは例年通りです。で28年の数字を出しますと28年の数字がこんな感じになってます、こっちが28年、十八。で、これの上が令和2年です。 でまあそのまあ、点数がまあそうなんだから上位層がちゃ若干多く、でも若干でも同じぐらいかなと、で下位層がまあ結構差はあるなという数字だと思います。で、この数字だけ見ると、そんなになんかことしが特殊的なものでは見えません、ちょっと思いません、でもうちょっと言っちゃうと、えっと、まあ、本当に見るだけ構いませんが、10.1、69.8、19.9、 とこれ比率,です比,率で比率だけ見るとやはりこの過去最低のところと比べれば上位層が多く上位層が多く下位層が少ないとで中間層の比率が若干多いと。 ということはわかりますでこう分析はした結果思ったのがそんなに特徴的なばらつきがないんですよ。ではい、じゃあこの7ページの方を見ていただきますとでこれが令和2年司法書士筆記事件起立式の出題の趣旨、えー、法務省が発表しているものです、えー。法務省自体は正解は発表せずにどんな意図を出しましたかといったものしか発表しておりません。 でちょっと思った点をまずちょっといくつか言うとまず36問問問いの1いわゆる当記者に対抗できないというやつなんですが1行目の後ろあたりに特定財産承継遺言によりって言葉が入っているんですね単純にあのやっぱりこ,れこの言葉かもしくは相続させる旨の遺言という言葉が必要だったのかなという感じがします単純に相続分を超えるだけでは対抗できないではもしかして減点かなと思いましたで次が、えっとね、問いの4 問いの4から2行目、資格枠の方だけ見て、登記を申請する順序、2件あるので、申請順はこれ、審査対象ですよと。で、3行目、識別情報、提供の可否、識別出せないというところ、もうこ,れ絶これも論点にしてますよと。あと横、課税の有無、えこちら、えーと、住居表示等によって非課税になるというところ。 そこもちゃんとと論点ですよというのが分かります。また問いの後も同じように資格枠があって登記を申請する順序順番もちゃんと審査対象ですよというのが分かりますでちょっと私ビクッとしたのが問いの6なんですよこんだけ厚く飾ってるんですよ あの問いの置の文章が4行でこっちは何行だと ?5 行か12345かなり厚く語ってるんです6行か6行あるんですよね。ってなるとこんだけ厚く語ってるってことはここ採点そこそこあったのかなって感じがするんですだってもうざっくり言っちゃもうざっくり書けるはずなんですよあの構成証書で記載が必要かどうかとかそれ以外でもいいはずなのにこんだけがわわわわ書いてると。ってなるのは ちょっとこれは配点がそこそこあったのかなという感じもします。となるとこの問いの1や問いの3の、まあ、特に問いの三なんかそうなんですけどいわゆる記述のところ文章を書くところっていうのはちょっとこれから長めの文章も考えた方がいいいんんじゃないかと思うんです単純にあの1行ぐらいで取、ね、取締役だからいらないとかそれぐらいでやるんじゃなくてちゃんと文章を考えて作った方がいいんじゃないかなと。 とと個人的には今思っているところですで、まあ、不動産はある程度書いてくるんですけど商業に至ってはもう例年通りに何も教えてくれませんあの問いの1問いの2についてと書いてますよねそれぞれどんな登記がいるかということがされてます予備校の模範解答のところの登記の1とほぼえ全く同じですで C っていうとね問いの1問いの2にそれぞれ資格枠を入れましたが まあ配点が高いのかなと思われる示唆するような文言があります非設置になった効果に及ぼし留意しながらとかあとは種類相関にどう影響するのかとかいうのが載ってますが結局どこが決めてかっていうのはなかなか読み取りにくいところであります読み取りにくいっていうのは逆に言えばドツボルドボン論点がないんじゃないかと思うんです何かドボンか何かがあるんだったら多分そこはちゃんと書くと思うんですよ 一番下は問いの算についてと、これが会計限定かかっているからできないよという部分が載っています。はい、で、こちらでもうほとんど分析のほうがおしまいになりまして、残念なことにやっぱり今年も回答は出てくれませんでした。であのページのほうとめくっていきますと、8ページのほうでちょっと例年出していることなんですけど。 えっと過去ね、かつて本試験のね受けた方があの採点基準があるはずだとで採点基準は公文書だから開示しろっていうふうに手続きを取った人がいるんですそしたらはじめいや、持ってませんって言ったのでいやおかしいでしょと採点基準がなくてどうやって採点してるんですかとでその採点基準に書いたものは公文書なんだからそれ出しなさいよって言ったんだけどやっぱり出さないとで理由は持ってないって言い分なんです。 えこちらの方ですが、えっと、最後の、ね、2行23年少々試験の採点基準及びわ枠内およびランにおける配点の情報以下、本件対象文書につきこれを保有していない保有していないとして不改陣した決定は妥当であると持ってないから出せませんよと、まあ、これ文書ねもし、これ、えっとこのえっと、事件名かな事件名でネットで検索すれば PDF データが出てきますあの、ね、読むと一回しか湧いてきません。 あ,のあんまり読まないほうがいいと思います。お互いで口頭で打ち合わせをしその通りに採点していると何も、ね、メモなども残していないといや絶対ありえないと思うんですよあんだけのものを何の採点記事もなくはい採点してた絶対思えないんですよですがもうかつての、ね、皆さんの先輩たちがこういうことをやってももう勝てなかったので皆さんは、ね、もうこ,れここに、ね、力を入れ,る必要は入れても無駄だと思います。で皆さんができることは やっぱり開示請求しかできないいと思います下の方にね答案構成え、答案の開示請求についてと入れました自分のマークしたマークシート、記載した記述答案、採点前のものは手続きを取ればそのコピーをもらうことができます詳細は下記のページを見てくださいとでこのコピーというのは採点前のものです採点前のものしかもらえません採点後のものはもらえません自分が何を書いたか分かるんですがどう採点されたか分かりません で、これ自体、まあ、やるかやらないかといったらあのねあと一歩だったって方は多分ねこれやっちゃうと結構心が痛くなりますこの字をこれにしてればよかったとかここをこう書いてけばよかったということで心がえぐられますでぜひやってほしいなと思うのは極端に点が引っかかった方です 自分では14、五5点、いや、20点ちょっとはいったはずだと、不動産は14、五5から20はいったはずだと、でもなんで俺、1.5点なんだと。で、あまりにも低い人はぜひやってみてください。で、2つほど考えがあります、2つほどね、原因があると思うんです。まず、商業なんですが、絶対これ、毎ているんですよね、表と裏を逆に書いてるんです。 1> 第1弾と第2弾がほとんど記載のね、えー、答案用紙がほとんど同じだから、逆にしちゃってる人がいるんです。もう今でも覚えてるんですが、その方、翌年受かったがよかったんですけどね,あのねい、ほぼ満点だと思ったのに、1.5点だったと、俺はもう訴訟を考えてると、っていうふうに言った方がいて、開示請求しとってみたら、第1問の答えを第2問に書いちゃって、第2問の答えを第1問に書いてたんです。よく1.5点もついたと思いますけど、むしろ。それがまず一つ で商業ははまずそれで次は不動産不動産についてはちょっとこれ今回書かなかったんですけど例えば一つの欄があったとして目的、原因、申請人、まあ、添付情報税金とあったとして例えばここね 目的と原因と申請人はあったけど添付書類でこ個4つミス税金で1つのミスこれおそらくここの欄0点ですあのもしここが1点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 って配点されるなら3点ついてるはずなんですよでもこれトータルで5点っていう配点だったらこれ0点なんですよ で添付書類が点それはあくまでも噂であって0.5点っていう保証はありませんし私はそう思ってません1点だと思ってます類もししっかり書いたのに本当に点数が低いって方は欄ごとにどれぐらい減点があったかと一個一個合ってる数じゃなくてどんだけ間違ってるかってことを見てほしいんです 不動産で点が思いっきり低いという方あ考えられる原因は私はこれがあると思いますなのでこれ開示請求をした上で自分がねどこでどういうふうにやってしまったのかと本当に点が引っか,かった方はねぜひやってみてくださいちなみにちょっと個人的な試験をちょっと言わせてもらうとえっと 0.5点という数字について、私は添付処理で0.5をつけているとは思いません、あれは単純に平均点を取って割り振りを、点数の割り振りをしているだけだと思ってます。司、あのー、法試験はデータをちゃんと出しているのは、司法試験はあの同じ答案を、あ何人かの、ね、あるいは、1つの答案があってね、ある先生にとって採点してもらって、ある先生がこ採点するとで、先生ごとに平均点が違うと、で平均点が違うのはやっぱおかしいので、それを、ね、計算式を使って、標準を合わせると。 素点って言い方にするんでしょうかね素点を出した後に平均点が違ければその平均点に合わせて点数の加点をしていると調整をしているといっていますでもそれは、えー、と司法試験の方のホームページを見てもらうと計算式はルートとか使ったものが出てるんですよおそらくそんな理由で0.5点とかついてるんじゃないかと思うんです、はい、とは言ったものの、ね、やっぱりこんなことをやろうとも何やろうとも、ね、納得できないものは納得できません なのでね、あのー、期日だけで落ちたとかね上乗せが足りなかったという方はねまあやれることをやって納得する方向を考えるか納得しないかです私は実はまあどっかにも言ってるんですけど1回で受かってる人間じゃありません、えっと、当時私が受けてる時は2回で受かるのが普通ぐらいで 2回でで落ちた方はい、まあ、受験をやめるぐらいなんですよねでそこに私が3回目で受かったんですよだから今だったら3回って若い方かもしれませんが当時だと3回って言ったらあ,あベテランさんの域ですねとって言われることでした2回目で落ちた時の理由がねいまだに分かんないんですよ当時はあの採点基準も何もなくで基準点発表もなかったんですね であなたの点数は何点ですも,んそれも教えてくれないんですよでもっと言っちゃうと平成12年っていうのは、えっと、いわゆる水路問題かな水路問題が恐ろしい年で,でその時に択一31の32だったっけなだったのでもう落ちた原因は基準しか考えられないんですよでもそれでも分かんないんです落ちた理由がもう納得ができないままずる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 できましたでも途中でも割り切りました これ納得ができないと納得できないと割り切って勉強することにしましたなんで落ちたんだってことを考えて決着がつくならやってくださいで決着がつかないんだったらもう諦めて勉強を始めてくださいじゃあその上で今後の戦略について説明していこうと思います9ページ以降お願いいたします 上乗せ点勝負時代の方法論総合勝負に勝つにはつまり26.5を取るには何がいるかといったら午前択一午後択一期日のうち2つについて高得点がいります2ついります1つでは足りません26.5を取るには2つで爆発を起こす必要がありますじゃあ期日はどうやらいいんだとちょっとこちらね1番のところで1と1 1の2で 今年の本試験問題から見る対策を入れましたので、ちょっとざざっと言うので見てやってください。 てでちょっとこちら総括の方一野さんの総括をちょっと見ていきますと、画面の方に使っております。で今までは、もう登記事項がもう決まってる、登記事項は何かというのはかなり簡単に分かりやすい、でその状況から申請順を決めるっていうことと、細かい失点を最小限にするっていう点。 この点が重視されてましたですが今もその傾向は変わりませんけどこれに増してきたものがありますそれが1つは問題文の細かい指示です問題文の指示がとにかく面倒くさいここは申請に添付書類は書くここは書かないとかいろんなところに細かい注意点がいっぱい入っちゃってるのともう1個 いらない情報が多すぎるんですすいいらない情報が多すぎる中からいる情報を抜き取って申請順を決めて細かい注意点トラップを確認しながら失点を最小限にするとこの赤字の要素のところが特に2年前から大きく出てきて去年が強く出てきて今年思いっきり強く出てきました。 もう向こうはやっぱり点数に差をつけるにはこれしかないと思ってると思います皆さんやっぱり実力が上がってますのでいわゆる法的思考力等について聞いても差がつかないとなるとそれ以外のところで多くこの以外の情報を多くして失点を誘う失点を誘うっていう戦い方え誘うっていうね問題の作りになっていると思いますそしてもう一つ 丸の二番、ここで点を稼いで、ここは最低ラインで抑えようという戦略を立てる必要がある。これは絶対やってほしいんです。えっと、ちょっとこちらね、一の一の最後のポチ、一の二の最後のポチを見てほしいんです。で、あとでもいうことなんですけど、本試験の問題もぜひ研究してほしいんです。 実はほとんどの年っていうのがあのね簡単なものからだんだん難しくしてるってしてるんでが例えばですよあの今年の商業ってまあもちろん雑音がいっぱいあってやりにくいと思うんですけど相当時間かければそんなに点数取れない問題じゃないんですよ一方不動産はあれハマればめちゃくちゃハマるんですけどもし一ラン二ラン三ランだけでいいって言ったら そんな難しい問題ってがか,かなり簡単なんですよ。で、おそらく1、2、3いけば12、3点はいくと思うんです。商業で思いっきり稼いじゃって、不動産は12、3点でいい。もっと言いますよ。不動産やり始めて1、2、3までいきました。あ、これだめだ。4以降、これやばそうだと。って思ったら。 あこれ4以降は難易度高いからちょっと放置しちゃって商業に回そうと商業に行って商業で稼ごうまた商業がだめであればね大体いい表と裏があったら大体いい表は簡単で裏からえげつなくなるぞとじゃあもう表で稼いじゃってあとは不動産の方でなんとか勝負かけようと同じことを繰り返して申し訳ないぜひねあの本試験の過去問を見てほしいんです 本試験の過去を見たとき3ね、あ,の3欄あったとしたら1覧目が簡単2覧目が普通3覧がえげつない5覧あるとしたら12が簡単3が普通で最後の方が難しいというような傾向になってるんですよ満点を取ることが目標ではありません合格点を基本せたら基準点を取れればいいんですとなれば戦略を立てて解くこれがいると思うんです 繰り返します予備校の模試とかであればもうフルに70点取りに行くはずなんですよ予備校の模試登連であれば70点を取りに行くはずなんですよで結果70まで行かなかったとでも本試験70点取りに行くっていうのが間違いだと思うんですあの時間であれやらせるのは無理があります だとしたら自分が何点ぐらいで勝負かけるかって決めちゃってこっちで思いっきり取ってもう片方はぎりぎりでいいやとかそういった戦略を立てる必要があると思うんです。でそれにも通じることなんですがもう最後丸さんと一番下までいっちゃいます。③ 直前期になったら慣れ親しんだ問題より形式面内容面で普段と違う問題を解くとで一番下おすすめ本試験の過去問を戦略を立てながら一つ一つ注意しながら注意級を意識しながら解いていくこれをぜひやってほしいんですで今じゃない今じゃなくて今やったってどうせ来年の6月だったら忘れるこんなこと。 本試験ギリギリになった時に本試験の問題を解くとでそれで戦略を立てることあとね注意書きがいつもと違うってことになれることでもう少しちと手の内を言うよ予備校の問題の注意書きって大体そんな変わらないんですよあの A 社 B 社 C 社だったとしたらね大体そのね注意書きってそんな変わらないんですよでも本試験って毎年全部違うんですよ ってなると、その予備校の問題だけ解いていると、その注意書きっていうのを意識し、あんまり強く持たなくなります。また普段と違う注意書きたときにうわーってなっちゃいます。なのでぜひもう直前期、5月6月になったら期日問題を解くってことをぜひ入れてください。 では次は次択一に行きます。卓一ですが、えーと、10ページかな、えー。失点を最小限にし、かつ知識の量を増やす。えー、左側を見てください、起質の問題、出たことがある問題はなどは見起こ。過去問知識なので 絶対解けるようにしておく落としちゃいけないんです出たことがある論点は落としちゃいけないんですでそのまま下いきましょう1失点を最小限にするには1エラーを防ぐためのの日々の学習がいりますそのためにはその下丁寧に学習するのと比べて素早く学習する2本柱にしてほしいんです 丁寧にやりながらえ、別の角度でね、素早く勉強をするって形で回す回数を増やす。実際、自分がやってることを少し言うと、やったことを、受験生がやったことを言うと、これはあんまりおすすめしませんよ、おすすめしませんけどね、あの普段は机の上で勉強するんだけど、い行き帰り、生き返りでね、あのね私のときは民法の、ね、条文、条文だけ、判例6法きった判例付きなんですけどね、判例付きの6法をひたすら見たんですよ、電車の中だけで。で、6法なんで、そんなに数が多くないから、1週間で全条文回せたかな。 ある意味1週間で軽くだけど民法全部が回せるんですよでこんなように軽く回せるもの軽く回せるものっていうのを用意してほしいんです私の時と比べて今本当にいろんな教材があります薄くて回しやすいものっていうのはいっぱいあると思うんですぜひそれに自分で肉付けなどをしながら本当に早く回せる教材を作る でどうしてもそういうのが苦手だって方はね、次おすすめです。1分野1問ずつ解く。あのー、例えば、その過去問集でも何でもいいんですけど177十なんて問題が下下に解くと全部やったら多分23時間かかっちゃうと思うんです量が多いからでそうじゃなくて177十も1問解いたらもう次の分野に行っちゃうでそれが終わったら次の分野に行っちゃうと。 1>, 1, 分1問ずつ解いていってどんどん早く回すこれも早く回せる方法だと思いますで次の米印かな3か月で全分野を学習え確認する学習をできるようにする3か月ここから3か月でで,できれば一番右見てほしいんですけど直前期間になったら1か月で1回回せるようにする 丁寧に学習するっていうやり方は皆さんやってると思うんです。なので、素早く回せる教材を作っておくってこと。これをお願いしたい。括弧に。自分で過度にメリハリをつけすぎないこと。バツ、まるの分野は今年勉強をしなくていい。まる、室内実績のある分野はすべて触れるべき。 直前期でメリハリをつけるのはありです。でもこの時期からね、ああもう審査請求はもうこれは来ねえからやんないってことをやっちゃうと万が一出たときとか足レベルで来ちゃったときに手の内容がありません。この4月までは 3, 3月が終わるぐらいまでは全分野を普通に触れること。学習分野を絞ってるのは4月以降です。 で米印どこまで力を入れるべきかある程度の年数の囲去のはマストとする米印昭和まで出題を遡るかとこれかなり悩ましいですどこまで問題を遡ってやるか20年までか10年までか平成以降か昭和まで見るのかともうこれはもう人によって考え方センサー万別です最後の最後は絞るということは否定しませんでも初めから絞りすぎることも否定できません なのでこれはね絞ってから広げるか広げてから絞るかどっちが自分に向いてるかですちなみに、ね、絞ってから広げるっていうやり方をするとね,あのねこれ絞り方を間違えると痛みあっちゃうし絞ったものをうまくいかないってなったらね広げないっていう方向にも行きやすいんですちょっと危険性はあります逆に広げてから絞るっていうのも危険性があって広げすぎるから知識が安定しないっていう危険性があります なんでこれはねご自身がどっち向いてるかをやってほしい広げてから絞るか絞ってから広げるかカッコさん「先例判例については理由づけを意識する学習忘れた時のリカバリーが効く」やっぱこれ、あのー、理由づけってやっぱすごく重要です知識を忘れても理屈を覚えていればそこから戻っていけるんです もう忘れることとは絶対起きると思ってください。で忘れ時のリカバリーの方法が理由付け学習なんです。4単純暗記ものも現時点から暗記をするもう今のうちからやることはやっておく次苦手意識を学習すると苦手意識があるものを今のうちにやっておくと。 で今度このページの上の右側を見てほしいんです密室の問題というのは絶対出ますじゃこれをどう戦うかなんです具体的にどれぐらいあるかとちょっと右のページ見てもらっていいかな右のページの11と12なんですがそれぞれ問題の右の方に正答率の横に二択って書いてるものがありますまた次のページね12ページだと「うん」って書いてるものもありますこう二択や「うん」って書いてあるのは 既存の出ている過去問とかではもう全く手が出せない2択まで絞られちゃうかもしくは運が入ってしまうかの問題なんですこれ全部落としたら絶対受かりませんじゃあこれどうやって取っていくのと。 じゃあ、ね、10ページの方に戻っていきますと,ちょっと画面の方も使おうかな一つは三つの問題に戦う一つの方法は推測です,推測ですこの知識がこうなっているだからこうなるはずだとこの知識がこうなるだからこっちはこうなるはずだという推測です。 ただこの推測は最後の手段です。ブレが起きやすいんですよ。推理ってのはブレが起きやすいんです。ってなると事前の対策というのはやはり知識量を増やすこともうこれに尽きるんですよ。でね。 もうこれからねいろいろ皆さん情報が出回ると思います合格者の方がね私は基本だけ繰り返して受かりましたというね暴言そういったね妄想違う、えっとね、そういったね発言がいろいろ出ると思うんですけどね合格者が言う基本は一般の方で言うと応用がいっぱい入ってます基本だけやってましたっていう発言は嘘とは言いませんその人の主観ですからでも客観的に見ると 基本だけけやってたわけじゃありませんその基本イコール優しいっていうふうに置き換えちゃうともっと最悪です優しいことだけやっていれば受かりましたとそのように感じてしまうんです結局受かってる方ってねやっぱ変態じみた知識量を持ってるんですよ大体の方はもちろん推測力が強くて受かる方って言います 一発合格者とか一発二回っていうのは大体推測力が強いんですでも普通の方っていうのはそうじゃなく大は知識量量ででで勝負ししますすぜひ戦ってほいんです僕は知識量少なく推測で戦いたいともう否定はしませんよでもそれって一年に一回爆地にかかるというのと同じなんです あままりこれれ以上言ううとと嫌われるんでやめときましょう <laughs> じゃあそうどうやってじゃあ量を増やすのかと,ということで下の方に行きますと知識の量を増やすじゃあ何を素材にやるのと1つ目過去問の解説を読む2つ目インプットテキストの読み込みをする過去問の周辺を読むまた過去問知識がないところを読む何かの取っかかりがないと知らないものって入りづらいんですよ。 で過去問の解説を読んでいると、なおこの場合はこうであると書いてあれば、その過去問知識と付随した知識が入ります。独立したものってなななかか入んないんですよ何かと引っ掛けないの知識って入りづらいんで、だから過去問の解説を読むとか、あとインプット素材でも過去問が出ている内容の周辺を読むっていうのは引っ掛かりができるのでおすすめです。次、過去問実績がないところを読む、普通にベタっと読むと。 あともう一個は3連問題を解くとぶっちゃけですよ一番効率いいのはこれですどう見たって当然問題なんですよあのね問題トークときにやっぱり頭使うんですね頭使ってから丸抜考えて解説見るから単純にインプット教材読むよと比べればまあ効率はいいですちなみに一番網羅性が高いのは こっちになります。網羅性を狙うのか、効率性を狙うのかってことだと思うんです。いはい、では最後に十三ページの方に行きたいと思います。 もう大ききな字で書かせていたただきました例年だったらまだね10か月ちょっとあるよと,と言ったんですが今年はあと半年しかありませんまあ逆に言えば半年はあるとも考えられますそしてもう一つの特徴がプラスして会社法改正の対応を絶対しなきゃいけないってことです去年民法改正あんだけ新規の制度を出してきました で今回の会社法は新しい分野新しい新規制度が多いんですよ特にでも今年の問題で思ったのが、えっと、い期日の公正証書で記載をする必要があるかっていうあの保証人公正証書一表示をする必要があるかっていうのあ,の文言ですあの問題ですどう考えてもね前後の脈絡関係ないんですよ脈絡関係ないように出してくるってことはもう改正を出したいってことなんですよねただ来年の商業登記で怖いのは問題とは全く無関係に 今回の改正点を文章で通ってくるとこれが怖いんですよ改正対策は絶対ですでその上で1番と2番で分けました本試験後本格学習をしていない方本格学習ねちょこっとやってるとか全くやってないっていう方はこっちに入ってくださいミッション1 学習再開時期とやることを決めることまず×年内の再開は諦めてください、えー、クリスマスにサンタが来ない、えー、世間を恨み始める酒を飲み始めるでその後に自分、えー、答案最低のあれが手紙が来る既立、えー、の点数を知るさらにショックを受けて酒が増すそうすると,お,盆、えーとえー、お正月がやってきて酒を飲むすると3月にずっと酒を飲むずっとこうなります。 もうこれはもう諦めてください特にショックが大きい方はもうね年内無理と割り切ってください下手にやったでどうせ正月生でねもうぼーっとなっちゃうんですからなので次ねとりあえず正月過ぎたらとこれもやめましょうずるずるいきます一番下もう日にちとやる内容を決めとく日にちとやる内容を決めちゃってこの日からこれをやるって決めてもう あとは年末年始の行事に勤しみましょう、はい、で次ですがミッション2会社法学習の、えー、やる時期を決めること1週間程度はいります1週間程度はいります一週間例えばその3時間ずつね1週間やれば、まあ、対応はできるレベルだと思います なんでどこかのところで1週間時期を作ってください。はい、でちょっとこちらのほうが告知になってしまうんですがえいとえ今回、私のほうが今回この改正法について講義その改正法だけの講義を実施いたします。で内容としては90分,講義の3回90分講義の3回で実施をします。 でまた、えっと、規則の案が今出てます、えっと、印鑑届がいらなくなると印鑑届がいらなくなったらじゃあどうやって本人確認するんだっていった案が出てますまた通達が絶対出るはずですでそれが出しない別途フォロー講義を追加しますなので今ある情報だけで90分かける3回をやった後に その後に法論の講義を三回あほだ三回で法論の講義何分ちょっとになるかわかりませんけどねそれはやりますなのでこれさえ取っていただければ今回の改正法改正及びあの書記法の改正については全部のね情報が来ますのでもしねあの市販の本などで勉強しない何か講義が欲しいというんであれば自分的にはこれをお勧めしますまあ自分だからお勧めするんだろうとでミッション三 3月までに全科目一回しできれば二回しできるようにすること何を使っていつまでするかを決めること生鮮討論実力要請編の併用をお勧めしますとちょっとこれ画面の方も使わせてください,い1月から3月末で3月末に去年の3末状態に戻す。 去年の三末状態になんとかね、ここから来年から始めて3ヶ月で、三ヶ月で戻す。じゃあそのために何がいいかっていうと、択一。少なくとも2回は回してほしい。少なくとも2回はやらないと、そう簡単には戻んない。で、その2回の中の1回を、 当蓮を受けることで強制的に1週間2週間に1回やって強制的に1回回すでそれとは別に自分の勉強をやってもう1回回すとで機密に関してはこちら下の方に入れましたがもう昨年の問題今までの問題を使っていってください何か自力をつけるっていうね内容じゃないっていうのは分かってますよね あの問題何かをやればね取れるようになるってもんじゃありませんよ。結局本番勝負になってしまう点は変わらないので、もう今まで通りの勉強をしていって、で4月以降、5月、6月になったら戦略を立てながら本試験問題を勉強していくと。なんで自力をつけることを意識してください。一方次、2番、学習再開をしている方。1、会社法改正の学習する時期を決めること。2、 ミッション2、3月までに全回し、できれば2回し、できれば3回しできるんですこと、目標、できるだけ昨年の直前期間の学習量に戻すこと、で、こちらね、もう再開してる方、言っておきます、かなりアドバンテージがあります、今年本試験が9月でした、で9月からもう学習再開してる、9月まで相当伸びてるはずなんです。 伸びた状態で学習再開してるってことは高いレベルの状態を維持できてるはずなんですまあ自分ではそう思ってないかもしれませんけどね高い状態維持できてるんですでもっと言いますよ皆さんよりできた600人はもう来年受けないんですよ相当アドバンテージは高いんですだから要求したのが次ミッション3昨年よりレベルアップできるレベルアップできるので 何をやったらレベルアップできるか何をしたいか何ができるか何をしたいかをぜひ考えてください単純に丁寧に勉強すす。るででは甘いですこの科目についてはこの教材をこのように使ってレベルアップするとか具体的にレベルアップどうすればできるかをぜひこの正月で考えてみてくださいお時間が伸び伸びになって申し訳ありません 私の方のガイダンスはこれぐらいにしたいと思います。悔しい思い出は受かった時に反響として戻ってきます。頑張りましょう。本日のガイダンスのホワイトです。最後までご視聴ありがとうございました。